時は流れ、地球圏の勢力図は大きく変わり、今は地球の重力に魂を惹かれた者が空を支配している。空は地球を解き放とうとしている。涙は空に新たな流れを生み、歴史を刻む。この感触、アムロレイ、ララースンか。カミーユ、カミーユ、会えやしないわよ。女の名前なのに、なんだ男か。カミーユ、ダメよそっちは。なめるな。くらえ。うわ。いいことと悪いことがある。俺はカミーユ君だろ。何を言ったんだ俺が。男に向かって何だはないだろう。そうか、そういうことか。なら男らしく扱ってやるよ。やめて。アーガマに動いてもらうか。はい。ロベルト、アポリ、ガンダムマーク2を捕獲するぞ。おい、お前は。
危ないですよ。ガンダムマーク2を知っている？どういうか。火が入っている。怪我をします。外に出ていてください。アムロの再来だ。もしあいつが操縦しているのなら。黒いガンダム。マーク2カミーユ行きます。黒いガンダム。
カミーユ美談はクワトロたちと共にグリーンノア1を後にエウーゴの艦隊アーガマへと向かう。眼前に広がる宇宙にカミーユはなぜか懐かしさを感じていた。リターンズのエマシーン注意がガンダムマーク2変換交渉の新書を持ちアーガマへと送られてきた。新書の内容を知らないエマだったがバスクの新書の内容に言葉を失う。それでもバスクを信じようとするエマだが、アーガマの近くでカプセルが発見される。カプセルを敵が奪う気配を見せたらカプセルを撃破しろ。戦艦を沈めるほどの爆弾なのか。了解だ、ジャマイカンさん。カプセルの中、なんであんなところにお袋がいるんだ。爆弾もろとも消えてなくなれよ、3号機。なんだ、なんともなかったのか。一体なんだというのだ、この不愉快さは。We'll be right back.
状況不利と見たアーグはマスクの交渉に応じることにした。クワトロはエマシーンにティターンズではない何かを感じ、それに期待したのだ。クワトロの思惑通りティターンズの行動に失望した彼女はカミーユとカミーユの父フランクリンを連れアーガマへと戻ってきた。しかしフランクリンはリックディアスを奪取しティターンズへと向かう。モビルスーツ船の砲火の中カミーユの父フランクリンは宇宙へと消えていった。アーガマはレコアを地球のジャブローへと射出させた後、エマとカミーユにティターンズの無誤さを見せるためサイドワン30番地へと入港していた。そこのパイロットスーツ、エウーゴのものか。まだ子供じゃないか。なんでパイロットスーツを着ている。なんでって、こうなってしまった。カミーユ君、どこだ。あの人は、彼女はモビルスーツを着ている。アーガマに戻るぞ。はい。敵はサラミスタイプ一隻ってとこか。カミーユ、アーガマの前にリックディアス隊は左右に展開する。了解。乗ってでもいるのか。